ロシア軍、PMPT 戦闘車ターミネーターを初めて撃破。ウクライナ海兵歩兵第140独立偵察大隊が戦果を報告とのこと。おお、これはまたウクライナにとってはいい戦果報告ですね。それにターミネーターって、ウクライナとの戦争初期に登場した決戦兵器、なんてロシア軍からは言われていたすごい兵器じゃなかったっけ？そうだな。生産数も極めて少なく、ロシア全体で10両程度しかない。非常に稀有な装甲車両としてロシアだけでなく、世界中から注目を受けていた。この破壊報告が上がる前にはロシア国内でもその活躍はテレビで放映され、1月25日にはロシア系のメディアであるスプートニクも、PMPT は戦争の結果を決定づける能力があり、非常に高く評価しているなんて豪語していた。ところがあろうことか、その宣伝から数日後には PMPT は撃破されてしまったようだ。これがまたテレビ放映などの結果で位置を特定されたのかは定かではないが、攻勢気味のロシア軍の象徴として宣伝したかったこんな兵器がすぐに破壊されてしまったとは、ロシアにとっては幸先の悪そうな話だ。あちゃー、優れているからって、わざわざ自分たちの手の内を明かすようなことしない方がいいに決まってるのに、自ら情報を垂れ流しているようなもんやんけ。なんか過去にもこんなようなことなかったっけ？本当学ばないというかなんというか。ということで今回は、ロシア最強の戦闘車、テレビ放映の結果また砲撃で撃破されると題し、ロシア国内でも数十両しかないターミネーターの話を掘り下げていこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まずは BMPT という戦闘車が何かについて。BMPT は戦車ではなく、戦車支援用の戦闘車だ。もともと陸上の兵器といえば戦車だが、装甲が厚く頑丈な戦車はもちろん守りが固く、ちょっとした攻撃では破壊することができない。ところがそんな戦車にも少なからず弱点はある。簡単に言うと、搭乗員が乗り込むためのハッチなどの上部、あとは側面などだ。しかし現代戦では、携行型の対戦車兵器の普及で隠れた歩兵が対戦車兵器などで戦車を狙い、このような戦車の弱点を攻撃することが可能になってしまった。それって開戦初期に活躍した、NLAW とかジャベリンとかの対戦車兵器のことね。そのおかげで歩兵でも戦車に対抗できるようになってしまったと。うむ。このような状況は戦車にとっては死活問題だ。なぜなら戦車の周りで隠れ潜む背後の敵歩兵を見つけることは難しい。ということでこのような歩兵に対し、戦車の背後や側面などを守る必要が発生した。そのために開発された兵器というのが、ロシア軍の BMPT、通称ターミネーターだ。こうして複数のシステムが搭載された、スーパー兵器が誕生したんですね。もちろんこれは全く新しい兵器ってわけではなく、もともとロシアは歩兵戦闘車を持っていた。BMP2 や BMP3 などと呼ばれる、ソ連製としては特に有名な戦闘車だ。だが、これらの戦闘車は歩兵に弱く、携行式の対戦車ミサイルですぐに破壊されてしまう。現に1994年のチェチェン紛争の際には、ロシア軍が歩兵戦闘車を市街地に繰り出したところ、ゲリラ部隊が運用する対戦車ミサイルにことごとく攻撃されてしまった。ということでロシアはこのような歩兵の対戦車兵器から戦車を守ることができる。これまでの歩兵戦闘車に比べて、より重装甲の戦車を開発するに至ったというわけだ。ふむふむ、以前のものは歩兵からの攻撃に対してのみ想定していて、対戦車では役割が果たせてなかったのね。過去の失敗を教訓にして、ロシア軍は BMPT を作り上げたんですね。イケイケどんどんなイメージのロシアですけど、BMPT の開発に関しては堅実な考えですね。うむ。BMPT は対歩兵を意識した兵器のため、戦車のような手法はないが、戦車や装甲車にも対抗できるように、対戦車誘導ミサイルの砲塔も搭載されている。戦車、装甲車、歩兵、どこにでも対抗できるようにということで完全武装化し、かなり重装備の兵器になった感じだ。さらに生存性もかなり高い設計になっているようだ。爆発の原因となる燃料タンクは中心部から隔離され、砲塔の正面部に弱点を作らず、地雷に対処できるよう車体下部も強化しているという。ほんとロシアっぽい感じの兵器よね。戦闘ヘリとかもそうだけど、前線に出る兵器はとりあえず重装甲でガチガチにしちゃいかん。ウクライナ軍に戦車を破壊されまくっていることを考えると、BMPT のような強靭な盾となる兵器を開発しておいてよかったんだろうけど、試験用の車両は2005年に開発されたものの、いろいろあって採用には至らず、
調達が決まったのは2017年とかなり最近の兵器だ。2021年時点で9両からなる BMPT の部隊が創設され、その後もロシア軍は受注契約を結んだものの、現在のロシア・ウクライナ戦争で配備が確認されていたのもこの9両のみ。その珍しさとロシアらしい特徴のある兵器は、もちろん大いに注目されるだけの要素があった。それだけ大注目されていてすごい兵器なら、開戦時から BMPT を導入すればよかったんじゃない？現に戦車を何両も破壊され、ウクライナ軍に露獲されたりしてるし、これが最初からあったらこんなことにはならなかったんじゃないのかって。確かに開戦初期はウクライナ戦線への投入が確認されていなかったものの、BMPT の投入に至ったのは、2022年5月に入って戦況が良くなかったことがきっかけか。そしてロシア軍の BMPT 戦闘車がウクライナ北東部、ルハンシク州のセベロドネツクにて発見された。その映像は SNS 上で広く出回った。ところが戦線に投入されて以降、その活躍の声は聞こえてこなかった。数が少ないことも理由の一つだろうが、やはり生存性に長けた兵器だったのだろうか。戦況が悪くなってからの投入っていうのもなんともロシアらしいというか、最初はこれがなくとも、ウクライナ軍には圧勝と考えていた節もありますもんね。まあ言うほどの兵器ではなかったのかしらね。当時はロシアの兵器としての名声もあったけど、私も実際にロシア・ウクライナ戦争始まるまでは、世界最高レベルの兵器の宝庫ってイメージあったし、ところが2023年2月に入り、このターミネーターと呼称されるガチガチの兵器の撃破報告が上がった。ここからはこの本題の部分を掘り下げていこう。BMPT の破壊の報道があったのは2月9日。SNS 上で BMPT 戦闘車がウクライナ軍の砲撃によって破壊されている映像が公開された。この映像では BMPT が何らかの理由で行動不能に陥ったのか、道の真ん中で完全に静止しているような様子が確認できる。これまた完全にやられちゃってますね。給料しかないのにロシア軍大丈夫かこれ？また、BMPT に対して行った砲撃はおそらくエクスカリバー砲弾によるものであるという、相変わらずウクライナ軍の精密誘導砲撃が炸裂している印象だな。エクスカリバー砲弾は、アメリカから供与された榴弾砲の砲弾でしたね。西側諸国のいくつかの兵器で利用できるとかなんとか。誤差も小さくてさすがの命中率ですね。実はもともとこの BMPT 戦闘車、1月25日の前後にロシア側のメディアによって前線での活躍が放送されていた。この時ロシアの取材記者はクレミンナ近くの森にいたことが判明しており、このような経緯からするとおそらくウクライナ軍も、これらの情報をもとにある程度のロシア軍の位置を把握し、その後ウクライナ軍側のドローンが実際に周辺地域を偵察して該当の兵器を発見、その位置情報を味方に伝え、エクスカリバー砲弾による砲撃が行われたものと思われる。正直この話は、以前も北極圏の12両しかない防空兵器のトール M2DT が、ロシア国内のメディアによって紹介された後、1ヶ月かそこらで砲撃され、破壊されてしまったという情報に似ている流れである。トール M2DT の破壊についても以前の動画で取り上げてましたよね。ロシア軍の学習能力のなさには全く呆れてまうわ。テレビで自慢している場合じゃないって、実際にこのようなロシア国内でのテレビ放映で仕入れた情報を、ウクライナ軍が使用しているのかまで確定した情報はないものの、テレビ放映されてから破壊されてまでの期間がいずれも非常に短いということを考えると、テレビ放映の情報の結果破壊されているというのは、結構現実的な話でありそうではある。ネット上でも些細な情報から個人をあぶり出す特定犯なんて呼ばれる人たちがいるけど、テレビなんかで大々的に放映したら、位置の特定は簡単な話ですよね。自国の領地のどこかで使用されているわけですから、こういう情報をウクライナ軍が使用してるかの確かな情報がなかったとしても、むしろ活用しない手はないですよね。ただもしかするとウクライナ軍も意図的にメディアで公開された兵器を狙っているのではないか。というのも実はこの BMPT という戦闘車、名前やその重厚な戦闘力、そしてターミネーターという呼び名で希少性が高い兵器ではあることから、結構注目の的になりやすい兵器ではあるものの、正直ロシア軍やウクライナ軍にとって、めちゃくちゃ重要な兵器かと言われると、実はそんなこともないのだ。そうなの？ロシア軍自身もわざわざテレビで放映してるのに、もともとのモデルからかなりパワーアップしているから、活躍が報道されなくても、陰ながらロシア軍を支えているような戦闘車かと思ったわ。そもそもこの BMPT 戦闘車、装甲は T-72 や T-90 などのソ連製戦車の流れを組むものであり、もちろん精密誘導砲撃に耐えられるほどの防御力を備えているわけもない。しかも戦闘力にも限りがある。
いくら戦車に対抗できるように開発されたとは言っても、それはもともと対戦車を意識して開発された、巨大な主砲を持つ戦車自身の相手にはならない。つまり、BMPT 戦闘車はウクライナ軍の機甲部隊を相手できるほどの攻撃力を持つわけもなく、その役割はあくまで逮捕兵の作戦に限られてしまう。複数の装備もそれなりにあるけど、オールマイティに活躍するほどのパワーはないのね。まあ BMPT で積極的に攻撃を仕掛けるわけじゃないですもんね。その通り。そもそも攻撃用ではなく、戦車支援戦闘車なので、ターミネーターで連想されるような映画のシュワちゃんのような恐ろしいスペックを持っているわけでもない。ウクライナ軍がこれを回収したという情報もないから、最新といえど調査するまでもないということなのだろう。あくまで戦車の支援のための戦闘車だ。だから正直今回の撃破は、重量程度しかない希少なロシア軍の兵器を破壊した、という意味では注目度は高いものの、あまり戦闘に大きな影響を及ぼすものでもなさそうだ。現在ウクライナ軍が苦戦を強いられているけど、BMPT-1 両の破壊では現状を打破することはできないか。ロシア軍の情報を常にチェックして、いつでも攻撃できるというアピールにはなっているというところかしら。それこそ現在はロシア軍が攻勢の状況にあり、ウクライナ軍は西側諸国から戦車が届くまでの間、耐えなければならないという苦しい状況が続いている。長期的に見ればロシア軍が状況を打開する術は残されていないものの、短期的にはウクライナ軍の苦戦が続くだろう。今後も両軍の戦況を見守っていこう。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。